割田康彦、羽鳥ゆり子、尾藤大輔のミュージックテラスワンテイク。こんばんは、インドア系作詞作曲家羽鳥ゆり子です。不器用貧乏紆余曲折ギタリスト BB こと尾藤大輔です。音楽業界辺境の住人、プロデューサー兼作曲家の割田康彦でございます。この番組は音楽的な出会いを求めている人たちをつなぐきっかけを作る特殊音楽番組。 SNS 全盛の世の中であっても、自分の会いたい人になかなか会えない現実、そんなあなたのお役に立てたら。作詞家作曲家、サウンドクリエイター、 DTMR、 スインガーバンドマン、音楽業界人などなど、プロインディーズ問いません。こんな人と出会いたい、こんな人と知り合いたい、こんな私を知ってもらいたい。ミュージックテラスのテラスはテラスのテラス。出会いを求める音楽人に光を照らし、ワクワクを生み出し、意図しない化学反応を巻き起こす番組です。せーの、ワンテイク。さてさて、番組冒頭にオープニング曲を流すというですね、至って当たり前のことにようやく慣れてまいりましたけども、番組も3ヶ月経過した割には物の企画全然進展してないという結果になっておりますけど、ここで一度ビデオ大臣どうなんですか。はい、大臣。あと、はい、私、あとガンプラの愛をラップで表現するガンプラッププロジェクト、ガンプラッププロジェクト、はい、鋭意進行中で、今ずっとなんか進行中っていうのらりくらりとした答弁が、もうちょっと欲しい、音ネタがもうちょっと欲しい。あ、届いてないのね。今どんな状況なんですか、ちょっと整理すると。そうです、お二方から今ちょっといい感じのギターのフレーズと、うんうんうん、ドラムのトラックがちょっと来てるんで、それを何どうするんでしたっけ、組み立てんの音。最終的に全部ガッチャンコして一つのトラックにしたいなと思ってるんですけど、うんうん、なんか歌詞募集してたよね最初に。そうですね、歌詞はもうあのガンプラあるあるがたっぷり溜まってるんで、うん、じゃあそのトラックになんかガンプラ愛のラップを乗せるっていう。そうです、ラップを乗せていけば一曲に最終的に仕上がるかなっていう壮大な計画。壮大な計画がなかなか進まないという。今1号目です。1号目も行ってないじゃないの。2号目も行ってない、まだ登山準備中じゃないですか。今車乗ってるんで、車乗ってるんで、富士吉田インターを降りましたみたいな今向かってるところです。それでなんか何、プラモデルのクラブを作ってほしい。そうなんです、あのガンプラップは停滞してますけど、うん、ガンプラを作る人はどんどん増えていて、確かになんかハッシュタグでもね、はい、盛り上がりがどんどん増えてる気がしてます。すごいガンプラの写真がいっぱい上がってて、うん、ガンプラ部を作ろうっていう動きが。それは何、このミュージックテラスウォンテッドに関連してるんですか。そうです、やっぱりこのミュージックテラスウォンテッドをキーにつながった人たちがみんなガンプラでつながるっていうそうなの、つながりようはわからない。かつてないよね。音楽番組ですよ。音楽からプラモデルに派生してるっていう。そうですね、趣味のお友達が増えるっていう。今度さ、そのなんかプラモデル愛をまずコメントで語ってよみたいな。新しい、ガンプラの何がいいのみたいな。あ、俺は私分かんないもん、ガンプラの良さとか、うんうん、そうですね、やっぱいろんな楽しみ方とかいろんな良いところがあるんで。私はね、ガンダムのプラモデルはない、1回だけ作ったことあるの。割田さん、作ったことあるんですか。ありますよ、ほら私リアルタイム世代だからさ。そうですよね、放送当時、ね、私が唯一作ったですね、ガンダムのプラモデルはですね、発表します。なんだろう、じゃん、ホワイトベース。意外な意外なところに、モビルスーツじゃない乗り物です。でもあれですよね、昔はやっぱり宇宙戦艦ヤマトとか戦艦が主役だったのが多かったから。私もヤマト世代だから。そうですよね、もう乗り物から入るんだやっぱり。あ、そっか、森田さんも乗り物好きですからね。乗り物好きですよ、私もミニカーとかさ、いっぱいあるよ飾ってる。そうですよね、お好きですよね、うん、そうだよ、意外と知らなかったです。マッハ555とか目の前に飾ってるよ。あ、そうですよね、ね、あのウルトラセブンのポインター号もね、5台ぐらいありますよ。そう、割田さんと言ったらポインター号すごい、これだけでもう一番組できますね。そう、できますね。私はどっちかというと超合金派だから、プラモデルより。あ、そうですね、超合金いいな。尾藤君とさ、最初に会った時、尾藤君がさ、私が前いた会社に転職してきたんですけど、はい、初日にさ、尾藤君さ、あの超合金のこういう本あるんだけど見るっつって私しました、ね、見ましたね。それめちゃくちゃ覚えてます。すごいいい本なんですよね。そう、当時の超合金のおもちゃがいっぱい載ってて、ずらっと超合金一覧なんですけど、はい、そんな本があるんですね。そんな、すみません、そんな話は別にいいんです、これは。どんどんはぐらかして、はぐらかしてどんどんいっちゃった。え、それでね、プラモデルの部を作る、ガンプラ部を。ガンプラ部、じゃあ分かった、だからプラモデル愛をコメントでくださいよ、うん、はい、ぜひぜひ。あ、じゃあ要するにガンプラの何がいいのか、うん、これよく分かってない人にさ、プレゼンしてください。そう、私みたいにね、あんまり詳しくないって人にも教えてほしいです。羽鳥ちゃんもいいねを押したくなるガンプラ愛語れみたいな引き込みましょう、うん、それをやりましょうよ。やりましょう。大臣お願いいたします。はい、任せてください。予想外。
さてさて、今週はですね、先週予告したように今までと違った趣向でお送りしようと思うんですけども、また新たな、じゃあここからが本題だね。本題ですね。もう10月からどこに行くんだこの番組なんて。実はね、9月末に唐突に私のツイッターで番組でオンエアしたいあなたの曲大募集と告知したんですよ。そしたらね、わずかね数日の間にね何曲か届いちゃったんですけど、ありがとうございます。嬉しいですね。さあここで問題です。合計何曲届いたでしょうか、羽鳥ちゃん。3曲。はい、美堂くんは4曲。ブブー、正解は10曲。すごい。10曲よ。はるかに超えてます。10曲。しかもさ、知らない人ばっかよ、ほとんど。ありがとうございます。初めましての。ありがたいよ。ありがたいですね。そんなに何これ、潜在リスナーがそんなにいたんだみたいな。すごい。びっくり。いやいや、びっくりですよ。ほら、普段はさ、ウォンテッドっていうことで、あなたの出会いたい人、知り合いたい人をテーマにコメントを頂戴しつつ、その方々の曲をご紹介しておりますけども、今回はね、そのウォンテッド縛りをね、一時的にね、解除してみたらどうなるかと思ったわけなんですよ。はいはいはい。それで、大募集したらね、うわっと10曲も来ちゃって。すごい。いや、私もね 2,3 曲でいいなと思ったの、2,3 曲だったら1回でまあ紹介できるかなと思ったんだけど、10曲集まったらさ、すごいですね。これあれですよ、どうしますよ、だいたい1分半ぐらいあるでしょワンコーラスって、はい、これ1分半かける10ってことは、これは何分必要なんですか。10計算できませんみんな。伊藤君理工学の出身だから。あ、ちょっとパソコンがないと何もできないんで。何を言ってんですか。15分ですか。曲だけ流して15分ですよね。そういうことですよね。15分でいいのか。だから全員の曲を1回で紹介しきれないんですよ。10曲も。しきれないですね。すごい。うん。どうしますこれ。どうしましょう。これは。これどうすんの。新たな戦いの。どう戦うかですね。何もう戦いたがってんだみんな。戦う気満々ね。戦闘態勢ですね。羽鳥さん戦う気満々。満々なの。羽鳥ちゃんはね、最終的にじゃんけん強くなったんだっけ。最終的にそうですね。でもやっぱり悔しい思いは募らせてますからね。うん、何まだじゃんけんしたいと、はい、したいないと、むしろリベンジしたいと。リベンジしたいですね。はい、じゃあね、わかりましたよ。皆様のご要望にお答えして。ラジオでじゃんけんやりますか。復活ですかこれは。1ヶ月ぶりの。何みんな喜ばしいその微笑みは。リベンジができる、やっと。戦いに喜んでますね、はい、じゃあね、10人いるでしょ、はい、つどつど、じゃあ分かった、これはね、羽鳥 vs 尾藤の戦いでしょうから。分かりました、はい、上等です。差しでいきますか。10人いるのよ、はい、まずね、じゃあエントリー10人をね、私はね、まずご紹介しますよ、はい、つらつらつらっと10人ご紹介します。ユニットグリーングリームスさん、ユニット肝心プラスレディース&ジェントルメンズさん、シロロさん、ゆずこさん、いがみさん、岩国のけんさん、牧ゆりやさん、大人の放課後さん、原生協会さん、ひすいれんさん、以上10組。ありがとうございます。すごい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なんかいいでしょ、新しい名前いいでしょ、なんかワクワクするよね。新しいですね、なんか新章スタートみたいな。イクルメ違いますよ。さあ違いますね。じゃあね、あの名前だけで2人がさ選んでます。なるほど。名前のイメージでこの曲流したいみたいな。じゃあレディーファースト、羽鳥ちゃん。そうですね、大人の放課後さんが私は個人的に気になったんですけれども。大人の放課後、気になる名前ですね。ちょっとね、曲名みたいな、うん、なんかかっこいい。よし、響きがね。じゃあ羽鳥ちゃんは大人の放課後で、美堂くんは。僕は原生協会さん。原生協会、やっぱり名前が気になる。気になりますね。名前バトルですね。名前バトル、大人の放課後 vs 原生協会。すごいね、硬い名前だね、なんか2つ、ね、漢字な感じが、うん、漢字がいっぱい。さあこれで、はい、じゃんけんをじゃあ2人でやってね、はい、勝った人の曲をオンエアします。あっ、しょいます。ラジオでじゃんけん。負けた人はすぐ次の戦いでもう一回戦います。なるほど、はい、新しい人がどんどん登場します。はい、はいはい、で勝った人からどんどんオンエアします。おでも負けた人はずっと残る。負けた人はずっと残るけど、ずっと名前を連呼するので、なるほど、めちゃくちゃ PR になるんです。確かに逆の発想です。そうですね、これはね、命名します、簡素パック方式っていうね。美味しいやつだ。美味しいやつだ。ハンソパックさんはね、あの8月のオープニングバトルで
あの負け続けたことによってね、逆にねプロモーション効果が生まれたんです、あれは。そして最後にあのご褒美としてですね、感想パック特集をやったんです。そうですね、はい。だからこのね10人エントリーしてますけど、最後に負け続ける人こそ本当の勝者じゃないかという。確かにやばい、つぼっちゃった。世の中の真理みたい。題しまして、オンエアバトル負け残りラジオでじゃんけん。イエーイ。深い深いよ、じゃんけん深い。これ最後に残った人は、ね、特集やります。あ、すごい新しいでしょ、負け残りシステムっていう ね、 新しいんですよ。勝つだけが人生じゃないっていうね、簡素パック方式。これ簡素氏のね残した功績はでかいよ。そうですね、残しましたね。じゃあ栄えある簡素パック方式負け残りラジオでじゃんけん第1回戦、はいはい、行います。羽鳥ちゃん大人の放課後さん、はい、そして、美藤くん原石協会さん、はい、さあ対決します。頑張ります、はい、さあ、まあ、勝ったら勝ったで嬉しいよ。確かに、オンエアされるんだから。そうです。負けたら負けたで嬉しいのか。嬉しい嬉しいのか。みんな違ってみんな嬉しい。そうだな、はい、じゃあ行きますよ。はい、はい、あれ第1回戦、せーの、ラジオでじゃんけん、じゃんけん、チョキ。勝った。すげえ、羽鳥ちゃん、お、ちょっと待って、お、すごいじゃん、羽鳥ちゃん強くなったじゃん。お、やった、すごい、大人の放課後さん勝ちました。羽鳥ちゃん勝ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは大人の放課後さんからコメント頂戴しております。長崎県在住の大人の放課後と申します。周りが成功していく中で自分たちも置いていかれまいと新しいことにチャレンジしていますが、毎回結局何者でもないと気づかされます。その気持ちを書いた曲です。世の中には同じ経験をしている人が多いと思います。その人たちに、あなただけが抱く感情じゃないんだよと伝えられたらなと思っています。曲のタイトルは何者でもない。お聴きください。昔の友達久しぶりに連絡、今はどこで何を知ってるんだろうな。するわけもないし来るわけもない。お前はお前の道、俺は俺の道。夕焼け空を見て一人黄昏れた、オレンジ色が愛しろに変わった。いつも天秤にかけたまんま、やりたいことやらなきゃいけないこと、愛する嫁や旦那できたか、愛おしい我が子はどんな名前だ、大好きな彼氏彼女できたか。一番は自分の体だけ大事に、いつか俺らも年老いてく、楽しかった思い出もここに置いてく。んなこと考えてもほんとキリがない。この先誰もわからないし変わらない。前ばっか向いててもいつかつまずく、たまには振り返って過去を見て復活。自販機に入れる小銭とため息、テーブル並べた料理に舌鼓、今日もいい夢で眠れる。家に帰って回す作業着、家事済ませ横たわるベッド。いい意味で予想外、そしてめちゃくちゃ共感する。寂しさも悔しさもあるけど前向きで優しい、きっと今同じ感情になっている方も多いんじゃないでしょうか。素敵な曲をありがとうございます。お聴きいただきましたのは大人の放課後さんで何者でもないでした。あっという間の15分間、今週のエンディング曲は割田さん企画プロデュースのコンピレーションアルバム密ですより、川久保徹さんで濃密な愛。本日ご紹介した大人の放課後さんの情報は番組ホームページに掲載させていただきます。この番組では音楽的な出会いを求めている人を募集しています。こんな人と出会いたい、知り合いたい、こんな私を知ってもらいたいという人がいましたら番組ホームページからご応募ください。さあ新企画オンエアバトル負け残りラジオでじゃんけん、感想パック方式。これ来週もやるのかな。戦いたいですね。やるか、やりましょう。負け残ってるもん ね、 どうすね。まだまだ続きますよ。あとはね、通常のウォントエットの紹介もしますからね。そうですね、はいはい、もう盛りだくさんになってまいりましたけども、お送りしてまいりましたのはワリさんこと割田水子と美藤大輔と羽鳥ゆり子でした。それでは皆さん、おたっしゃでー、おたっしゃでー、始まった。
Thank you Jesus, thank you Lord すべてに祝福を Happy はラッキーじゃない導きなのさ、ah, 神様